ハロー、どうもこんばんは。アニメリアク職人ことマジラジョゲニアマです。はい、現在8月22日月曜日の午前2時53分、はい、ただいまですね、花火ちゃんは遅れがちの7話と、笑うアルスナトリアスンの7話ですね、見終えてアップロードを終えて、今ちょっとまた新たな過去アニメ見てます。これが何か気になった方は広告期待で、もう日付で言うと一昨日ですね、に見終わった過去アニメのね、また視聴報告、そして、紹介ですね、したいと思います。めちゃくちゃ面白かったですね。はい、見たアニメがこちらです。はい、瀬戸の花嫁ですね。これ2007年というね、古い作品ですけども、僕がねおすすめされてるリストに入ってた2番目、上から2番目に入ってたんで、相当前からおすすめされてました。で、全26話とちょっと長いんですけどね、見ました。じゃあちょっとまず、ホームページがなんとまだあるんですよね。なのでここからあらすじを読みます。人間と人魚の美しき恋物語って、瀬戸内の祖母の実家に遊びに行った、道潮流澄は海水浴中に溺れたところを人魚の少女である瀬戸さんに救助され、その一件がきっかけでさんと結婚することになる。過去人魚界の掟で人魚の姿を見られた人間を殺すか自らの命を絶たなければならない。回避する最終手段は人魚と身内になる方法のみ、過去閉じる。これにも反対する父郷三郎やさんの護衛役の巻貝マキに、その配下の組員たちから命を狙われる羽目に。実は郷三郎は人魚族の極道集団で瀬戸内魚類連合瀬戸内組の組長であった。もうこの瀬戸内郷三郎めっちゃおもろい。じゃあちょっとこのホームページに載ってる文からキャラクター紹介していきます。あ、こんだけか。はい、まず瀬戸さん、瀬戸内地方に地盤を持つ極道人魚一家の娘、海で溺れていた長澄を助けたことにより人魚界の人に正体を知られてはいけないという掟に触れてしまう。困っている人を見捨てることを許さない、義教心の持ち主。決め台詞は人魚と書いて人魚と読む金。典型的な天然ボケキャラでもある。これが、桃井春子さん。僕はちょっと初めて知りました。いや、このサンがね可愛いんですよ。まあ強いんですけども、このね瀬戸内弁がめっちゃいいです、このサンちゃんのね。でサンちゃんね、この出れる瞬間とかむちゃくちゃ可愛いです。で、この桃井春子さんがねオープニング作詞作曲編曲やってるんですよね。びっくりしました。で今見始めたんですけど、これ1話、このアニメの作詞もやってありました。オープニングの桃井春子さんってすごいなと思いましたけど、うん。でこのサンちゃんがね、奥さんになっていくためにどうなっていくのかなんですけども、基本的にこのアニメ9割ギャグなんで、まあおもろいですよ。とにかくおもろい。はい、じゃあ次ですね、道潮流澄。埼玉に在住するごく平凡な中学生、父の実家がある瀬戸内へ遊びに行った際にビーチで溺れるも、サンに命を救われる。しかしそれがきっかけで流澄とサンのどちらかが死ぬか、人魚の身内になるかという究極の選択を迫られることに。なぜか女性受けが良かったりもする。典型的な巻き込まれキャラである。これ声優さんがね、水島大中さん。何で見たっけな、ちょっと他のアニメでも見たんですけどね。ちょっと何か忘れてしまったな。あれや。波打ち際の室見さんの主人公違ったかな。確か。はい、でね、このね、長澄に関してはね、なぜかモテるんですよ。書いてる通り女性が良かったりもすると。でちょっとこのホームページにないんですけどもね、僕の注目少子の銭形まわりちゃん、幼馴染の女の子ですね。これちょっともうここに出しません。もう見てのお楽しみです。まわりが可愛いんですよね、めちゃめちゃ。うん、まわりと長澄の関係とかもね見てほしいですね。はい、次が瀬戸内郷三郎。瀬戸内地方に地盤を持つ極道人魚一家の組長、娘のサンを非常に可愛がっており、そんなサンを自分から引き離していく原因となった長澄を敵と見なしている。長澄さえいなくなればサンが自分の元に戻ってくると信じ、様々な手を使って長澄の命を狙う典型的な親バカ。これ三宅健太さん、あ、これ三宅健太さんやね。今これ初めて見ます。今の異世界迷宮でハーレムのアランですね、三宅健太さんって。郷三郎がおもろい、親バカすぎて、むちゃくちゃですからね。
で、この郷三郎と後に出てくるあの江戸前ルナっていう女の子がいるんですけども、この江戸前ルナのお父さんとの絡みむちゃくちゃおもろいですからね。はい、次がマサさんですね。郷三郎一家の若頭、長隅に男気を感じ取り、随所でアドバイスをくれる。瀬戸一家の中では数少ない長隅の理解者、典型的なダンディ村瀬勝樹さんっていうのかな、ちょっとわからへんな。マサさんおもろいですよまあ、あの長隅のある初体験の相手となりますんでね、これがまあ面白い。マサさんで、マサさんかっこいいです。ただこのマサさんがなんとね、むちゃくちゃ終盤の方でそうなのっていうことがあります。はい、続いてマキ、瀬戸さんの親友であり護衛さんの前では猫をかぶっているが、さんから見えないところでは長隅を罵りまくっている。組長である郷三郎から長隅の抹殺指令を受け、虎視眈々と長隅の命を狙っている。必殺技はリキッドマシンガン、ジェットラムアタック、典型的なヒットマン。これ桑谷夏子さんなんですよ。僕はもう桑谷夏子さんを知ったのはあのリリカルナノハのアルフですね。もうアルフめっちゃ良かったんで、あ、これ桑谷夏子さんなんで、このね、マキの可愛いバージョンの声とその長隅を罵るバージョンの裏の声とで、まあすんごい変わるんで、演技力すげえと思いました。まああとはちょっともうささっといきますけど、父と母と祖母もここはいいでしょう。はい、でまああと僕がね出てくる中で、気に入ったのは、知らぬい明けの、これは、注目です。知らぬやけどいいですよ。はい、まあ、ということで、もうこれ9割方ギャグなんで、たまに急にシリアスきますけどね。あとパロディがすごいです。むちゃくちゃパロディがすごいもうね、分かった時大爆笑です。何をパロディしてんねんと。ちなみに17話が、僕は D アニメストアで見ましたけども、17話だけがなんか差し替えになったみたいですね。放送当時なんか著作権侵害で放送中止になったそうです、これ。あ、そうなんやと。で、僕はいつも1話見るたびにね、例えば何話感想と検索して、探すんですが、17話だけは画像出てこない。なんでやと思ったら、あ、そういうことやったんやということでしたね。D アニメストには OVA も、4話入ってるんで、4話じゃないわ。全2話やけど、1話の中に2話。なので、A パート、B パートで2話、A パート、B パート2話で、はい、まあ、入ってますね。もう見応え抜群です。ほんまおもろい。特に僕の注目してほしいのは23話ですね23話、まあ、腹ちぎれるかぐらい笑いましたから。はい、ということでこの辺にしておきましょう。以上ですね、僕が見た過去アニメは、瀬戸の花嫁でした。はい、よかったらチャンネル登録、高評価、コメントなどなどよろしくお願いいたします。はい、以上、アニメリアク職人ことマジラジオ芸人浜川でした。はい、ご視聴ありがとうございました。それでは。